西武6000系電車は、1992年6月1日から営業運転を開始した西武鉄道の通勤軽電車。西武池袋線と帝都高速度交通営団有楽町線の総合、直通運転用車両として、1992年度から1998年度までに重量編成25本が製造された。 1995年度までは東急車両製のステンレス車体、1996年度からは日立製作所製のアルミニウム車体となる。本系列は今後の西武鉄道の標準車両と位置づけられ、旅客サービス向上、省エネルギー化、メンテナンスフリー化などをコンセプトに設計をした。従来の101系や2000系に代表される黄色い電車のイメージから大きく変わり、 2万系など新たな西部電車の標準を確立した。西部の車両では初の重量固定編成で本系列の投入以後、西部線における日中の優等列車の重量編成化が進行した。この結果、本系列は池袋線においての主力車両となっている。なお、補助電源などの関係で営業運転では重量固定編成でのみ使用される。 車両番号は新しい方式を採用した。これは1000の位で、車両形式を100の位で、連結位置を下2桁で編成番号を表すもので、A 段地下鉄で採用していた不番方式である。反応、西部新宿よりから6100系、6200系、6900系、6000型とされ、固定編成の連結位置が容易に判別できる。 2006年度からは、2008年6月14日からの、東京メトロ副都心線への直通、さらに2013年3月16日からの、同線経由東京急行電鉄道横線、横浜高速鉄道港未来線への直通に備え、6101回と6102回を、除き直通対応工事を行った。本文中で例番台と呼称した場合は、 ステンレス製の6101回から6117回を50番台と故障した場合はアルミ製の6151回以降を指す。西部6000系ステンレス車体西部6000系50番台アルミ車体西部6000系50番台アルミ車体ドアと窓の間の戸袋窓をなくし、さらなる軽量化が図られている。前面は従来の西部鉄道の車両にはない左右。 非対称前面構造を採用した地下鉄線への乗り入れ条件から非常時の貫通扉を設けた構造を採用している。この貫通扉は完全に片側に寄せ運転台スペースを広く確保している。また貫通扉は機密性を考慮したプラグドア構造とし合わせて非常用はしごも装備する。前頭部は0番台は FRP 成形品、五十番台は アルミニウムの削り出し品で、どちらもシルバーメタリックに塗装されている。全小灯、微灯は、角形コンビネーション化され、下部には、廃焼器を備え、連結器は密着連結器を装備する。車体のカラースキームは、青色のラインとし、側面は、側窓を挟んだ、膜板部に細い青帯を、腰板部には中間に白色を入れた布団や青帯で、ラインを表現している。 当初の行き先表示器は字幕式である。前面、側面に設置し、行き先と種別は丸ゴシック帯で、ローマ字平器である。また、前面には地下鉄用の運行番号表示器を備えており、これはマグサイン方式を採用している。地下鉄線直通運用時のみ表示する。なお、側面の表示器は6105階から置が若干左側に変更されている。 通過標識等を設けていたが、増備途中で、使用停止となり、6次車からは省略された。転落防止ホロは50番台は、製造時より、設置、0番台は後に改造で設置されている。なおこの影響で50番台では、つま窓の幅が、やや狭くなっている。また6151階は、ホロ側面に車体と同じ帯が貼られていたが、2007年4月の、 定期検査と同時に剥がされた。車体側面の車両番号表記は青色で、ステンレス車はエッチングプレート、アルミ車は切り抜き文字となる。車紋、車種記号の表示がなくなり、数字のみの表示となった。1991年度から1995年度までに製造された1から4次車は、軽量ステンレス車体である。膜板部と腰板部は、ビード加工で、 ベルトグラインド仕上げ、吹き寄せ部はダルフィニッシュ仕上げとしている。ステンレス鋼の採用で在来車両に比べて軽量化が図られている。車両番号は例番台で西武鉄道で唯一のステンレス車両でもある。側面に戸袋窓を持つ。1996年度に製造された五字車輪ではさらなる軽量化のため、 西武鉄道で初のアルミ製車体を採用した。構え体はアルミの大型押し出し型材を組み合わせたもので既存の6000系のイメージを残すためにグレーに塗装がされている。車両番号は識別のため50番台となった。基本的な仕様はステンレス車に準拠したものとなっている。1997年度に製造された6次車以降では製造時の工数低減。 さらなる車両軽量化のため、側面、と袋窓を廃止した。これによって、編成あたり1.5トンの軽量化が達成されている。台車の変更もあり、合計で15.0トンの軽量化となった。編成重量は、1から4次車で339.2トン、5次車で325.1トン、6.7次車でで310.1トンとなっている。 1>, 1から4次車と6.7次車の編成重量の差は29.1トンにもなる。側面、つま面はアイボリー系にリンクル模様の入った化粧板を、天井はクリーム色無地の化粧板を使用している。床材は灰色のロンリウム材であり、出入り工部は滑り止め加工品を用いている。主電動機の参照交流化に伴い保守低減が可能となったことから、 西武鉄道の車両で初めて主電動起点圏外を廃止した。座席は通常部は青色のモケットで、せずりには西武で初めて着区分の模様が入れられた。優先席部の座席は当時の西武標準の青緑色のモケットが使用され、区分模様はない。共に一人分の掛け幅は4 4 0ト、mm、ル程度が確保されている。なお、 区分模様の色については一時車での試験の結果、白色とされた。一時車もほどなくして白色へ交換されている。座席端部は袖仕切り構造とし、外側は灰色の化粧板、座席側は青色のモケットが貼られる。客用ドアの室内側は化粧板仕上げとなった。窓は0番台は単板ガラス、50番台は服装ガラス構造である。 トブクロ窓を廃した6次車以降はトブクロ部に広告枠を設置している。2次車からは編成中のモハ6200型とモハ6900系の車端部に車椅子スペースを設置した。この場所の側窓は固定式で安全手すりを備え、非常通報器を備える。1次車も1998年頃の定期検査の際に追設された。 釣り川はいずれも白色の丸型である。例番台ではドア付近線路方向への設置はなかったが、50番台より設置されている。例番台も追って設置された。連結面の車両間の貫通路は片開き扉を設置する。西部では編成内で扉の開く向きが揃えられているが、統計式は4号車の池袋よりのみ向きが異なる。旅客案内機器には、 西部の車両で初の LED 式車内案内表示器、ドアチャイムや自動放送装置など設計当時としての最新設備を数多く搭載している。また、各車両2箇所に乗務員と相互通話可能な非常通報機を設置している。車内妻面には冷暖房の表示灯を設置。冷房時に冷、暖房時に暖が点灯する。 なお現在は一部を除き撤去されている。車内案内表示器は各客用ドア上に設置し LED による文字スクロール案内方式である。なお現在は一部を除き LCD となった。西部の通勤車両では初めての車内自動放送装置を設置している。空調装置は三菱電機製の集中式 CU72 系であることには変わりないが 従来車との互換性がない CU72E が採用された。装置は新規設計で圧縮機は低騒音系のスクロール式としている。電源は SIV 装置からの参照、交流 440V であり、冷凍能力は 48.84kW である。装備と共に改良され、特に50番台以降の編成に装備されたものでは、外見上の変化も生じたが、 本系列の中では互換性があり、振り返られることもあった。2008年より代替フロンの CU722A が登場し、現在はそちらへ統一されている。各車両の屋根上にはベンチレーターを設置している。なお現在は撤去が進んでいる。車内天井は平ら天井構造で、冷風の拡散はラインフローファン方式で、ラインフローにはアクセントとして、 緑色のテープが貼られている。補助送風機は各社7台設置に増設された。改造前、オリジナルの運転台乗務員室内は緑色の配色である。運転台は軽基板が濃い灰色、操作卓は緑色である。主幹制御機はマスコンとブレーキ操作機が別々の縦軸通ハンドルマスコン方式である。当初より有楽町線への対応を考慮しており、 速度計は、車内信号対応計。保安表示灯には、ATC 表示灯もある。運転台右側には故障の状態などを表示する、モニタ表示器が設置してある。乗務員室と客室の仕切りには、やや高い位置に、窓が3箇所設置されている。このうち、客室側から見て、右側の窓は乗務員室仕切り扉窓である。いずれの窓にも、車高膜が設置してある。 車掌スイッチは従来の車上スイッチ式ではなく A ラン地下鉄で使用している回転車上式、ひねり式を採用している。制御装置は GTO 素子を用いた日立製作所製の VVVF インバータ制御が採用された。これは新交通システムの山口専用8 5 0 0系に続く採用で1 0 1系、2 0 0 0系での性能試験結果を受けてのものである。 一台の制御機で八台の主電動機を制御する 1C8M 方式で M1、M3、M5 に各一台搭載。補助電源装置は三菱電機製の150区場、出力制止系インバータを採用、M2、M4、M6 に各一台搭載する。自動受給電装置を搭載し、SIV 故障時には延長給電ができるよう、冗長化を考慮している。 初期の編成では GTO 素子を使用したものであったが6112回において試験的にイベット素子を使用したものを搭載。その後6116回以降に採用となった。いずれも出力電圧は3小、交流 440V としている。終電装置は M1、M3、M4、M5 の反応よりに必死型のパンタグラフを搭載。 M4 社は現在撤去されているほか、一部編成はシングルアームへ交換されている。その後保守の提言を目的として、1999年12月より、当時の新宿戦所属6101回の6107回を対象に M4 社である、モハ6600型において、パンタグラフ効果試験を実施。結果、支障なしと判断されたことから、 2001年4月より、全編成のモハ6600系のパンタグラフ撤去を実施した。台車は、西武鉄道発のボルスタレス台車を採用した。初期の例番台は、軸箱支持装置を干渉ゴム式とし、基礎ブレーキは両、打き式踏み面ブレーキの s s 1 2 5 SS025、軽 SS 台車を装備する。その後の50番台では、横う構造を変更した。 SS125SS025A 型となった。主電動機は 155kW 出力のカゴ形3、小誘導電動機を搭載する。6次車以降では軽量化のため、軸箱腰時装置をモノリンク式の SS150SS050 型とし、基礎ブレーキは構造を簡素化した片押し式のユニットブレーキとなった。これにより編成あたり13.5トンの軽量化が、 されている。ブレーキ装置は電気指令式空気ブレーキで回生ブレーキを併用する。かつては0番台と50番台で装置の仕様が異なっていたが、現在は0番台も50番台と同じ仕様となっている。なお機更新車では純電気ブレーキとなった。先頭車の ATC、ATS 装置自車線内容に 西部型 ATS 装置を搭載する。なお現在は直通対応車には新、CS AT、c s ATC、ATO、ATCP が搭載されている。1994年から開始される A 段有楽町線への乗り入れに伴い、対応工事が実施された。改造は6108回から6117回、6151回から6155回の各編成に、 試行、6156回から6158回の3編成は製造時から対応している。1994年度、6108回から6111回、1997年度、6112回から6114回、6151回から6155回、1998年度。 6115回から6117回改造末期の1998年には、池袋線所属の有楽町線非対応編成に、西武線のみを示す S マークが掲出されたが、新宿線への転属により、短期間で消滅している。英団側の移行に伴い、有楽町線対応車を対象に2001年度より、実施された。福都新線対応改造後の6103回。 福都新線対応改造後の6155回、池袋線では2008年から東京メトロ福都新線と2013年からさらに東急東横線、横浜高速鉄道港未来線との相互直通運転が開始される。これに伴い2006年度より対応工事が実施された。二次車以降の全編成に施行されている。これには それまで、有楽町線非対応であった編成も含まれる。一時車は、運転台機器配置や、床下機器配置に、若干の差異があり、改造対象から除外された。主な内容を以下に示す。福都新線開業以降、池袋線所属の未改造編成に対して、有楽町線の未対応を示す。Y マークを掲出した。2006年度この年度の事業計画で5編成の、 改造予定を発表され、有楽町線直通運用に影響が出ない新宿線所属者が対象となった。一本目の6103回は2007年1月9日より池袋線で営業運転を開始、その後3月までに6106回と6107回も改造を終えて運用を開始した。6104回6105回の竣工は翌年度となった。 2007年度この年度の事業計画で6編成の改造予定を発表した。前年度からの繰り越しを含む計8本が予定通り改造をされている。5月の6105回を最後に新宿線所属車の改造が終了。副都心線対応編成の有楽町線乗り入れは同年7月28日の6106編成から開始された。 2008年度この年度の事業計画では5編成の改造を発表。編成については内装リニューアルとスマイルビジョンの設置も発表されていたが試行は見送られた。2009年度この年度の事業計画では5編成の改造のほか、スマイルビジョンが1編成に設置されることが発表された。東海像は予定通りの5編成に実施、このうち6109回は スマイルビジョン設置、ドア開閉表示等設置、ドアチャイムの改良が同時に施行されている。これらは他の編成でも後に実施する予定とされた。2010年度この年度の事業計画では2編成の副都心線対応改造の実施を発表した。予定通り実施され、対象となっていた全23編成の工事が完了した。6109階に設置された液晶ディスプレイ、 福都新線対応改造完了後の2011年度から2015年度にかけて本格的に実施された。2009年度、6109回2011年度、6107回6103回6104回6105回6113回2012年度、6106回6110回6108回2013年度、 6115回6117回6116回6114回6111回2014年度6154回6112回6151回6158回2015年度6153回6155回6152回6156回6157回2017年度から スマイルビジョンを4万系と同等の17インチのものへ更新する改造が行われている。現在のところ設置時とおおむね同じ順序で実施されている。2017年度、6109回2018年度、6107回6113回2019年度、6103回6105回6104回2020年度、なし2021年度、 6106回2014年度末に2編成がそれぞれ東芝、三菱の装置を搭載し、比較試験が行われた。その結果あたり系列では、三菱製が採用されることとなり、2016年度から2019年度にかけて本格的に施行された。東海像は武蔵川岡車両研修場にて実施され、多くは検査と同時に行われている。 同時に純電気ブレーキも搭載された。以下は年度ごとの試行車両一覧。2016年度以降はすべて三菱となるためメーカーを省略する。2014年度、6157回6156回2016年度、6110回6104回6158回2017年度。 6111回6106回6114回6113回6103回6117回6105回6107回6116回6 1十5回2018年度6108回6112回6151回6152回6153回2019年度 6109回6154回6155回1992年1月より6101回6102回が搬入され、乗務員訓練や試運転を経た6月1日から営業運転を開始した。運転開始当初は池袋線池袋駅小手差駅間の準急列車及び池袋駅半導駅間の急行列車へ充当し、限定運転としていた。 なお、6101回は落成直後に区波6101、もは6201、もは6601、区波6001の4両で試運転も行われた。1994年8月8日からは、新宿線や灰島線でも運転を開始し、701、系などを置き換えた。同年12月7日には、 西武有楽町線新桜台駅練馬駅間の開業と、永団有楽町線、有楽町線新線との相互直通運転が開始されたことにより、有楽町線新木場駅は甲子駅間にも運転範囲を拡大した。1998年3月26日のダイヤ改正で、西武有楽町線新桜台駅練馬駅間が複線化され、相互直通運転区間が 反応まで延長され、本格的に地下鉄直通での運用を開始した。ただし、有楽町専用の CSATC が搭載されたのは6108回から6114回と50番台にとどまり、a t c 搭載対象から外れた編成は区別のため6103回を除き、新宿線へ転用されたが、6103回は引き続き a t c を搭載せず、 有楽町線乗り入れ非対応のまま池袋線に残留した。このため、池袋線に有楽町線対応者と非対応者が混在した当時、ダイヤ乱れ動機に、日乗り入れ車の有楽町線への誤入線を防ぐため、ダイヤ改正後の6103回は、池袋寄り先頭車の前面スカートの左右下部2カ所に、黄色の蛍光塗料の S マークを貼り付け、運行番号表示機に、 黄色の板を入れて塞いだ状態で運用していた。その後、6101回、6102回、6104回が4月に、池袋線 a t c を搭載しないまま復帰した際にも同様の処置が取られた。これは、練馬駅の中村橋側に設置されていた監視カメラで、識別する目的もあった。池袋線を a t c 搭載車で統一することになり、 新宿線所属であった6115回から6117回が ATC を搭載して池袋線へ転属し、代わりに6101回から6104回が同年9月に新宿線へ再度転属した。これにより区別の必要がなくなったため、これらのステッカーは撤去された。その後、副都新線開業を控えた2006年度より、 新宿線で運用されていた6103階から6107階が福都新線対応 ATC 搭載改造を実施し、改造後に池袋線に転属した。なお、6101階と6102階は改造は行わず、外観はほぼ原型のまま、引き続き新宿線、灰島線で運用されている。池袋線では、有楽町線や福都新線への乗り入れ運用に、 限らず、池袋駅始発、終着の列車でも運用される。有楽町線や副都心線では、池袋線へ直通しない、線内折り返しの列車にも使用されており、東上線への乗り入れはないが和光市駅までは、入線可能なため、同駅で、東武鉄道の非直通車両と並ぶ光景も見られる。2013年3月16日現在の運用範囲は、以下の通り、 西武線内では特急以外すべての列車種別で運用される。例番内のうち6112回と6115回は落成後新宿線に配置され、残りの15本は落成後池袋線に配置された。したがってすべての編成が池袋線で運用についたことがある。六千百七回は池袋線で一ヶ月間だけ使用された後、二千七年一月まで、 新宿線で運用していた。池袋線所属車両の新宿線への貸し出しは以前にも行われており、50番台でも6151回が唯一新宿線で運行された実績があるが、近年は2万系や3万系が対象となっており、本系列の貸し出しは見られなくなった。ステンレス車アルミ車表記について、案内装置更新床修繕。ありがとうございます。